カリアパーキングエリアは愛知県カリア市の伊勢湾岸自動車道にあるパーキングエリアである。2009年度の年間入場者数は830万人であり、これは日本の遊園地やテーマパークでは東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパンに次ぐ数字であり、来場者数ランキング3位となった。2016年度現在の年間入場者数は905万4 0 0人と、 なっている。これは、東海県では、長島リゾートに次ぐ数である。東 PA にスマートインターチェンジが併設される予定である。カリアパーキングエリアは、伊勢湾岸自動車道の豊田南インターチェンジ、トゥ IC 間に位置し、豊田市とカリア市の市境付近に付設されている。上下線のエリアは、双方とも本線の北側に整備された。 片側集約型である。上下線休憩施設の間にハイウェイオアシスを挟んだ構造になっている。高速道路からだけではなく、一般道からの入場も可能。フードコートや温泉、観覧車などの施設もある。伊勢湾岸自動車道から休憩目的で立ち寄る利用客が多く、利用客全体の約半分を占める。 管理は、カリアハイウェイオアシス株式会社が行っている。アトラクションの利用料金は1回50円もしくは100円と、他の遊園地では考えられないような安い価格設定になっている。それだけでなく、セントラルプラザに併設されている、産直市場オアシスファームに並ぶ、朝とれ野菜や近海で上がった新鮮な魚介類は、スーパーと比べても、はるかに安いため、 わざわざ近所の人が買い物目当てに訪れるほどだという。ただ、こうした激安設定では、ほとんど収益は見込めないため、カリアハイウェイオアシス株式会社の取締役は、安さを武器にお客を集め、地元に密着しながら長期間、継続的に足を運んでもらうのが一番の目的と語っている。このビジネスモデルは、カリアモデルとも称され、 サービスエリア業界では一つの理想型として注目を集めている。一般道路側の駐車場から見たハイウェイオアシス。ハイウェイオアシスは岩が池周辺と一体的に開発された三直市場オアシスファーム。岩が池公園の大型遊具施設。岩が池公園のミニギャカモ、カモポッポー。自動車専用道路。 伊勢湾岸道路として計画された当初は沿道に PA を併設する計画はなかった。やがて伊勢湾岸道路の高速自動車国道への格上げに伴ってその路線名を第二東名高速道路と変更し、施行命令が1993年に日本道路公団に下されるに及んで PA の計画が持ち上がった。カリ氏が寄付したのは第二東名が 市にとって単なる通貨道路になることで、特に従来の PAA は閉鎖的で地元にとって何のメリットもないことを問題視した。このため市は日本道路公団建設省中部地方建設局県とも話し合いをもって市のメリットを模索するに至った。ハイウェイオアシス構想はこの時に考案された。これにより、 地域のメリットを考えて、近接する岩が、池周辺と一体的に整備することになった。設計に先立ち、カリ商工会議所での講演がもとで、カリ市に事務所を構えるウー哲也事務所に設計を始め、コンセプト設定を依頼することになった。従来、サービスエリアは、公団独自の基準があって、何よりも上下線のサービスエリアが、公団施設、 中央のハイウェイオアシスが民間運営会社の施設と事業主体が別であったことから、公団の基準を当てはめては全体のテーマがチグハグになる恐れがあった。このためうかいは全体模型や多数の CG パースを作るなどして具体的なイメージを視覚化することで公団を説得した。設定したテーマは街づくりで、 全体を一体性のある街として整備したいとの思惑があったことから上下線 PA を一本のプロムナードで結ぶことが木とされ延長約650メートルのケヤキ並木を配置した。そこには地域施設としての性格も重視するため散歩ができて人が集まり街としての賑わいが生まれることも意図されている。元来高速道路のサービスエリアは 公共的なサービス部分と思われてきた嫌いがあったが、うかいはそこに民間的な発想を取り入れることで、高速道路サービスの本質を問い直すことを念頭に、これらのテーマを設定したとする。設計チームはうかいを中心に、学生時代の仲間を招集して、結成、企画が始まった頃は、全員30代前半の若手であった。メンバーは、グラフィック、インテリア、 ランドスケープなど分野が異なる専門家の混合だがちづくりを共通テーマとしてそれぞれの箇所を担当した。例えば施設の路面はランドスケープの専門家が担当した。プロムナードに設置されたサインはグラフィックデザイナーが担当し、やはり全体の統一性を持たせている。インテリアも例外ではなくセントラルプラザの飲食スペースや名産品販売エリア、 三直市場オアシスファームのデザインにも街づくりのテーマを導入して連続感を持たせた。また同時に非日常的な空間にすることも起とされた。これはデザインや素材を工夫することで演出することとしたが中でも究極がデラックストイレで特に女性側トイレの床はタイルに変えてカーペットを採用ソファーまで置かれている。また セントラルプラザ飲食スペースの木製テーブルは仮木の特注品であるが、これは運営主体のりやハイウェイオアシスの社長が同社の会長であったことから実現可能となった。上日のプロムナードにおけるケヤキ並木に加え、駐車場のアイランドにクスノキ、カシ、クヌキなどを植樹した。これらの木は PA 造成前から現場に生えていた木存木であり、 造成に際して、支障となることから伐採されることになったが、この中から比較的健全な生育をしている木を選んでアイランドに生かした。なお、上下線で木を変えており、上りは、もみじ場風、下りはエリの木で、利用者がどちらに駐車したかわかるためのマークとした。カリア氏は、ハイウェイオアシスの基本方針に、緑と水を生かした魅力とのイメージを挙げており、 ハイウェイオアシスの入り口となる県道についても、ハイウェイオアシスに合わせたイメージを持たせるために沿道に花を植えるなどの方針を示した。施設前にはプロムナードが設けられ、ケヤキ並木とされた。駐車場アイランドには樹木が植えられた。デザインされた路面とサイン。路面のラインは速度感を表現している。オアシス館カリアもデザインされた。 カリやマン桃祭のマン、明かりをモチーフとしている。オープン当初のセントラルプラザラーメン、和食、アイスクリームなど様々な店舗が並ぶ。高速道路側から見るとメッシュ構造で夜間はライトアップされる。一般道路側には山直市場オアシスファームがあり、朝トれ野菜や近海で揚がった新鮮な魚介類が販売されている。 セントラルプラザ内部のオアシステラス。セントラルプラザ内部の土産コーナー。ライトアップされた夜間のセントラルプラザ。三直市場オアシスファーム入り口。電気自動車充電スタンドラーメンや名古屋きしめが販売されているフードコート、伊勢島の名産を販売している店などがある。他にも、八丁味噌ソフトクリームや天むず。 富士田屋のあんまきなどの地元名物なども販売している。ガソリンスタンド、天ぷら、騎士麺などの食事どころから、カフェなどの軽食まで10店舗がある。天然温泉かきつばた刈谷始発の天然温泉。1階は温浴施設で、露天風呂、韓国風低温サウナやヨガなどを楽しめる。2階はフィットネスゾーンになっている。施設外部には、 足湯スペースがある。カリ市の観光や文化の紹介や同志出身の有名人の紹介コーナーが設置されている。2013年3月23日にリニューアルオープンされた。観覧車観覧車の高さは約60メートルで釣りかごが36ある。最上部からはカリ市を一望でき、三河高原の山々も見える。 空気の澄んだ日には、遠く、基礎山脈や名古屋市の高層建築物群を望むことができる。南地多名物、エビせんべいの販売を行っている。上下線の駐車場が、東西約600メートルのプロムナードで、つながっているため、人は歩いて往来することができる。その間にハイウェイオアシスの下記の施設が設置されている。上り線 PA とハイウェイオアシスを連結する。 プロムナード、オアシス館カリア内部、満搭載の無車人形を展示、エビせんべいの里、24時間営業のコンビニエンスストア、カリアスマートインターチェンジは、カリア PA に併設予定のスマートインターチェンジである。2022年3月の供用開始を予定している。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。 上下線ともに出入荷となる予定。蟹屋市公共施設連絡バスとそのバス停冬のイルミネーション。ありがとうございます。